ここはどんな謎でも解決するねむねむ探偵事務所。今宵は一体どんな謎が届くのでしょうか。こんにちは、ねむねむ探偵です。この事務所には様々な謎が、どんどん届くので、どんどん解き明かしていきたいと思います。あ、今日も謎が届いたようです。早速見てみましょう。怪盗コップリンからの挑戦状。私は謎解き制作団体よだかのレコードの怪盗コップリン。貴公の大切なものをいただいた。返してほしければ私が用意した10種類の謎を全て解いてもらおう。どの謎から解くかは君に任せよう。数字は謎の難易度になっている。なるほど。じゃあ、まあ最初なんで2月生まれなんで僕2番をいきます。あれがなんだろうな、あれはなんだ、四角、一番上がわかんないんだ。ヒントを見ますか。これは何もない四角の中には赤丸が入ります。それは分かってるんだけどそれは分かってるんですよ。上も見たことないぞ。次のヒントに行きますか。それは分かってるんですよそれは分かってるんだけど、そんなとこは聞いてないんですよね。それは分かるんですよ。というわけで、この問題は、この四角の中に赤丸を入れていくと何になるかということで、まあ、一番上はこのサイコロになります。この1の部分ですね。で、2段目は2本で、一番下は6音となって、3612を取ると国際ということになります。いや、ちょっとサイコロがもうちょっと丸を小さく想像できればよかったんですけど、ちょっとこれは盲点でした。失格です
ねむねむ探偵やり直してきます。じゃあ本日で最終回です。さよなら。